人の買い物かごを見て、夕飯を想像したことはあるだろうか。餃子を作ることを感づかれることなく、皮を買う方法をスレミンで考えてみた。店員に、あっこいつ餃子作るんだな、と思わせることなく餃子の皮買う方法。難しすぎる。餃子も一緒に買えばまさか餃子作るとは思わんやろ。くさ。天才の発想好き。チーズと一緒に買う。ピザソース、ウインナー、チーズ、ピーマン買ったらこいつ乗せて焼くんだなって思ってくれるぞ。サラダ油も買ってチップス作る気見せる。それにどういう意味があるんや。カレールーとお肉とジャガイモ買ったら絶対にバレるから困るやろ。それと同じや。なんで困るんや。店員との頭脳戦で敗北してまうからや。そういえば餃子の皮でピザ作ると簡単に一口ピザ作れるんだよなって言いながら買う。そういえばって言ってる時点で違うのバレるやんけ。晩ご飯見破られると困るからな。なんかわかるわ。今からこれ作るんすよ感をレジの人に見せたくないっていう感覚。皮だけならともかくひき肉とか一緒に買ったら終わりだよな。店員に、あっこいつセクロスするんだなって思われずに今度向かう方法ある？アダルトグッズ屋でオナホと一緒に買う。マスク外す。皮のみ購入。店員、あ、こいつ餃子作るのに材料一式買って皮だけ買い忘れたアホなんやな。どういうスレやねん草。隣のレジの店員とアイコンタクトで、こいつ今日餃子ってやってるかと思うと耐えられない。そんな頭おかしいやついたら店長にどんな教育しとんだってクレーム入れるわ。シューマイ、シューマイって言いながら買う。あ、こいつ皮間違えてるなって思われるやん。もう皮作れや。ファミチキ挟むんやなーみたいなやつ好き。これか。これはちょっとわかる。むしろファミチキ一緒に買わずにパンだけ買った時の、こいつこのパンの使用法知らないんだみたいな目の方がやばい。ワイチキンカレー大好きで、10皿分でもも肉4枚入れるんやけど、こいつ肉たくさん食いたいくせに値段は抑えたいんやって思われるのが嫌で、鶏ももだけは別の店で買ってる。行きづらそう。言うほどバレるの嫌か？カレー作るときはあえてカレー用野菜セットとカレー福神漬け買っとるわ。露出狂じゃん通報するわ。